こう、この作品ちょっと自分の中でのなんか一つ壁みたいなものを超えられるんじゃないかなみたいな。ラブストーリーだけどちょっとなんか先の読めない展開っていうか、絶対いるんでしょうね、周りに隠れて。ああいう人って光も美しいし、すべて美しいんだよな。なんだろう、一番はユカを全員が見た人全員が嫌う人にはしたくなくて、ユカどういう人なのかが分かんないですね、未だに。多分一番動いてる心が、中身が空っぽっていうか、できれば出会いたくない。だったら私が一番愛してあげれば。主演金子大地と石川るか、猿楽町で会いましょう。まんまとそいつにハマったらもうジエンドですね。